1987年にセガより発表されたアフターバーナーサウンドに関しては BGM に徹するという開発者からの意図により、基盤データにはメロディーが入っていませんでした。その後サントラが発売され、実はメロディーがあることに驚いたのは30年以上も前の話。その後結局メロディーがないバージョンも聞きたいと要望が相次ぎ、後からメロディーがないバージョンのサントラも発売されるということとなり、サウンド、ゲーム性ともに今でも愛されているゲームです。しかし、もし、あのゲームが BGM に徹するという意図で、開発者がアフターバーナーと同じ戦略にしたとしたら、と、勝手に考えました。ってことで、勝手にやっちゃいます。そうです。アウトランです。その中でも、今回は、マジカルサウンドシャワーを取り上げようと思います。今回は曲も長く、パート数が多いので、前回のダライアスのように、個別パートでフルコーラス、とまではいきませんが、リズム、ベース、バッキングとそれぞれ、ワンコーラス弾いていただいた後に、メロディー抜きフルコーラスを弾いてみようと思います。
第2回の今回はいかがでしたでしょうか。今回はマジカルサウンドシャワーでしたが、アウトランに関しては必ず全曲やろうと思います。アウトラン以外にもセガのゲームサウンドは素晴らしい曲が多く、解析すると違う発見がありますので、別のゲームも順次行っていこうと思います。またお越しください。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。